おはようございます。おはようございます。今日は塩田さん単品で来てくれました。はい、初めてですよね、はい、多分単品はもしかしたら、はい、はい、いつもゲストなので、はい、カメラマン宮下です。今日はココパリゾートクラブ白山ビレッジコースクイーンコースです。なかなかちょっと遠かったですね。遠かったですよね。日本女子オープンが行われます。練習ラウンドの模様をこの塩田さんと一緒にいろんな選手の様子を見ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まあその JGA さんと NHK さんの協力のもと僕たちは撮影の許可もらってやってますので皆さん怪しまないでください。よろしくお願いします。早速なんですけどあれ見てください。リーダーズボードが去年の成績のリーダーズボードになってて、ユーソヨンさんが優勝、畑岡奈紗ちゃんさんは3年目の挑戦で2位だから1位1位2位ってことですよね。いや素晴らしいですよね、うん、アマチュアの時からですもんね、うん、菊池恵梨香さん、フェイビーヤオさん、岡山恵里さん、ユンチェヨンさんで、テレサルーさん、宮里美香さんは確か2回優勝してますよね。そうですね、2014年と、うんうん、2010年、うん、今回も楽しみですね、うん、じゃあ早速練習場と行ってみましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、小山田さんお久しぶりです。今週キャディーです。あ、キャディーなんですか。どの選手ですか。おー、沢田千佳さん、すごい。普通にキャディーもされるんですね。年に何回かはやります、はい、ちょっと練習場の方に来てみました。最後のスイングチェックしてます、うんうん、さっき一瞬畑岡奈紗ちゃんって本物だと思いました。私も思いましたこの練習場だと大体選手って何時くらいに来るんですか。でもやっぱり会場には2時間前とかには着いてるとは思います、うん、ただやっぱりリズムがあったりとか睡眠を取りたいっていう選手もいると思うのでその選手個人個人のタイミングがあると思うんですけど、うん、ショットとパターってどっちが先の人が多いんですかね。たまに聞くのはまずパターをしてそれからショットをしてまた最終的にスタート前にちょっとパターで鳴らすっていうのは聞いたことあるんですけどやっぱりそれも自分たちのその今までやってきた、うん、タイミングによると思います。うん、今ギャラリー制限がなくなったみたいで、はい、練習場にたくさん人が入ってきました、はい、さっきからこう練習の風景を見てるんですけども、うん選手の体の線がとっても細いことに気づきました。もちろん体幹はしっかりしているんでしょうけどやっぱりこの細さで飛ばして、うん、で球を止めてっていうそういう技術あとこれからトーナメントを見る目が変わりそうです。まあ、ショットさん十分細いですけどね。あ、いやいやでも全然まだまだ飛びも足りないので細いんですね。確かに確かにもっと下半身がしっかりしてる選手が多かった気がしますね。そうやっぱりねトレーニングでしっかりはしてると思うんですけども前はこうご飯を食べろ食べろとにかく体重を増やせっていうのが言われてたとは思うんですけど今はちょっと違う気がします。うん、うん、ナショナルチームの練習ラウンドの風景です。やっぱり違いますねでもまずここで見てほしいのがこのラフです。すごい、うん、もう寒さもううねってますよねこんな中でやってるんですね。普通の練習ラウンドであんなターゲット置いたりとかするんですか。します。あ、そうですか。はい、基本的にやっぱりグリーンの真ん中を狙うようにしてでそこからターゲットをポンポン投げておいてパターを練習するっていうふうに私はしてました。
まあ、日本一の女子を決める大会だから、やっぱりちょっとピリッとしてるというか、うん、緊張感がありますよね、うん、1番ホールでずっと見てたんですけど、うん、そこの看板を見てもらいたいんですね。558ヤード、うん、やっぱり年々女子の飛距離が伸びてるんです。で、それはもうアマチュアも一緒だと思います。で、さらに558ヤードでここの1番ホールはもうセカンド地点からバッと上がっているので、体感的には実際もそれ以上あるんだと思います。今一番求められているのは正確性はもちろんだけども、やっぱりアマチュアも一緒で飛距離なのかなって、私も最近競技をやっていて思うので、そういう意味でもやっぱりトレーニングとか、あと自分に合ったボールやクラブのセッティングを選ぶことが今後必要になってくるのかなって最近感じてますね。今日はこの3人の上がり5ホールのラウンドついていけます。楽しみです、はい。